ピンカーテ TV から皆さんへ緊急発表があります。じゃじゃん。9月18日から9月22日までシルバーウィーク毎日配信が決定いたしました。皆さんからいつも大好評の毎日配信シルバーウィークも開催いたしますので、毎日欠かさず4時に来てください。お願いします。ではこのまま企画どうぞ。エイユです。エコです。ベラです。ピンクだてピン B 始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はですね、大好評の NG ワードです。知ってる方も多いかなと思うんですけど、 NG ワードをそれぞれみんなに考えてもらって、それをシャッフルしたのを頭の上に乗せて自分が見えないようにしていく中で、ワードを言ったらダメだという企画になっています。で、その例えばエコちゃんが NG だったら NG をどうやって言わせるかっていうのも私たちのやらないはい、では早速やっていきましょう。どうぞ。じゃあ第1回戦やっていきたいと思います。じゃあそれを書きます。言いやすいやつでいいね。じゃあお題が回ってきたので、せーの。では1回戦3分間やります。よーい、スタート。くちゅる。何よ、めるちゃんはなんかどうですか。なんかどうですか。どうですか。アリア、さっきえーってあ、アリア。マジ。じゃあこの二人にかけてください。でもどっちも言いそうなんだよね。めるちゃんが言ってるからめっちゃ似合ってます。ありがとう。エコちゃん感想はどうですか。ナイスです。今日のお昼ご飯めっちゃ美味しかったよね。うん、美味しかった。美味しかったよね。うん、グンか。エコちゃんなんか可愛い。サンキュー。なんで英語なのよ。さっきからナイスの大変とか。レナちゃんは何の色が好きですか。紫。そう、その服装。そう、可愛い。分かってますよ。うん。で、これうち来るかな。何、こっちの。なんでそんなに言うの。言うわよ。エナちゃんはどうですか、ここ最近。いいですね。何が。あ、それな、うん、それな、それな。言ったー。ちょだよ、あなたが一番今食べたいものは何ですか。グミ。そうだった。よか
私の愛を受け止めて。どうですか？いいですよ。どうですか？はい。どうですか最近？どうですか？元気です。どうですか？いいよ。どう？ねえ、妖怪しか分かんない。さっきまでさ、最近どうですかって言ってたんですけど、可愛いですね。え、なんかもっとへーとか言うと思ったのに言わないよ。いやでもレイラちゃんは絶対悩んでる時うんって言うと思ったから、レイラちゃんに向けてって書いてた。おお。じゃあ3回戦やっていきたいと思います。話のお題はどうしますか？マイブーム。マイブーム。ああ、じゃあせーの。ああ、じゃあ3回戦やっていきたいと思います。スタート。じゃあ、デラちゃんマイブームなんですか？マイブーム、今特にないかもしれない。ないと思いますか？うん。どうしてそう思うんですか？そうだから。じゃあ、ちょっと理由を。私にはマイブームがあると思いますか？ない。でもね、最近ね、ドラえもんめっちゃ好きなの。そう。え、エコはないですか？ボムキックと。え、エコのマイブームは？ボムキックと。え、エコの好きな人は？エコちゃん、自己紹介してください。私はイケオです。イケオと書いて読んでください。エコは13歳です。中学2年生の大型です。大型です。そうなんですか？石山です。レイラちゃん、エコちゃんは石だと思いますか？違います。違うと思いますか？はい。なるほど。じゃあ今から、まあ、会議っぽく話します。レナちゃんは紫が好きだと思いますか？マイブーム残り1分。マイブームはこういうカチューシャつけることが好きですね。おあとイヤリングを集めることとか好きです。おすごいね。おじゃあ踊ることの何がいいと思いますか？何がいいと思いますか？何がいいと思いますか？アウト。何がいいと思いますか？5秒。エコはエコは重いわ。これなんて読む？丸。英語でアルファベット丸。え、アルファベット。エコはエコはだと思いました。え、エコはだと思った。なんかエコ入ってるかと思った。書いたでしょ？書いたよ。この人字綺麗。アリアちゃん、インスタなのに言わないんだろ。あ、え、おーって言ってなかった。ということで3回戦終わりました。終わりました。はい、じゃあ一番行った回数が多かったのはレイラです。おめでとう。やっぱね、会話してる途中になんかこれかなっていうのが察せるようになってきて、ちょっと警戒心が強くなってきて。だってエコちゃん途中から妖怪とかしか言ってない。英語とかで感じ取れちゃったので、感じ取れた。なんかもっと難しいのにして皆さんやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。